グレーとグレーを合わすということで、先にこういうふうに1枚打ったこの上に合わすわけですけど、その場合1枚先に打ったやつにの上にこれを置いてですね、そしてまず構図位置を決めるわけですね。で決めたら筆でですね、このおっぽの上の先と上唇の先、これをこう鉛筆でこう印するわけです。そして、今度塗ったもんにその位置、まあ大体ですけどもピチッとはまらないですけど、その位置に持っていく。その場合に合わせですから、このままの状態ですと色がここが重なりますね。それで、先にこういうように型紙を切っとくわけです。大体合わす位置以上にちょっと切っとかんとですね、失敗する恐れありますので、こういうふうに切っておくわけですね。でこれにですね、この裏に、ペーパーボンドですね、同じ状態で攻めると遠近感がなくなるんで、ちょっと弱い目、ただ弱い目ですけど、ポイントは顔の部分はあんまり弱くせん方がいいですね。顔はある程度強くしといて、他の部分で色を落とす、弱くすると、それでも遠近感出ますからね。ヒレのない部分はまっすぐな線で必ずこう塗るようにしてくださいね。まあ、先に押したのが できたらこういうように見持ってですね、色のバランスを作ってもらっていいと思います。特に尻尾の方はですね、色をかなり薄くした方が立体遠近感が出ると思いますので、遠近を出す場合はね、かなり意識して色を薄くするんであって、絵の具を少なくするんじゃないから、そこのとこ、勘違いせんようにと。絵の具はもうしっかり塗らなきゃダメですよ。ただ色のこのトーンだけを薄くする。でこの口元もしっかり出ますからね。この辺はもうしっかり出ますからね、丁寧にやっぱり攻めてください。今塗ってる部分はだいたい重なる部分ですね。で、あと尻尾はもうしっかり出ますからね。これも逆バクする場合、魚によって鱗が極端に立つ場合と立たない場合ありますから、その立たない場合はちょっと力を入れる。よく立つ場合はあまり入れると鱗の間に鱗が入りすぎてですね、線が潰れるという可能性もあるんで、そこはこう刃をこう逆にしたら分かりますからね。引っかかるやつはもう ガリ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 。筆で描きますから、その場合は角度まで焼くだけ筆を目安して、それで軽くこう持っていくよね。こんな場合はちょっとこういうの持ち上げて元へこうはめたわけですからね。
置をしっかり確認してね。それで尻尾はちょっと弱い目にですね。あまりここ墨ですね、濃く入れないように口太いやつなんでちょっと薄めに入れてくださいね。うなだの場合はこれを濃く入れる。はい、こんな感じですね。印のとこ、尻尾のまず端と大体ですけどね、口の端でこうする。それでこれをゆっくりですね、こうやる。置いたらまず尻尾から押さえるね。押す場合はいつも言いますけど、必ずこの親指の腹でグッと巻き込むように、この辺まで縫ったのかなと様子からしまうと必ず後でダブりますから、思い切り縫ってないとかつかないですから、思い切りグッとこう巻き込むようにね。それがもうコツですね。それでまた一気にめくらずにですね、確認をしもって、押し忘れがないか、ちょっとつきにくいところがあるか、もしくはめくってですね、もうちょっと忘れてますね。まあこういう具合になるわけですね。結構これぐらいはちょっとずれてるわけですけど、大体自分が狙ったとこで、型紙の切ったとこは色がついてますから、これをこうめくっていくわけです。こうすることによって、前後、こういう具合にして合わせ取りができるわけですね。これであとちょっと乾いた時点で、目とこっちの腹びれですね、押せば完成という。だから今の場合、グレードをしちゃってますけど、まあ絹とグレーでもいいしですね、マダイトとか、まあ、色のバランス的に言ったら青と赤とかいうのもあるかもわからないですけどね、うん、でヘッドですね、手前がこういうかなり濃いで、後ろはちょっとこれよりもトーン薄め、これで
ちょっと離れてみるともう遠近が出るわけです。まあ、できるだけ慣れてくるとこういう攻め方をしちゃったら結局ああ解けたことを言われる感じになるわけですね。それでは、合わせ鳥の魚卓が乾いたんで、目玉入れる場合は必ず上から入れてください。そうすると下を入れて上を入れると乾かない時にこう手が当たるんで、上を入れて下を入れたら絶対当たらないので、ね、注意してくださいね。で目玉はまぶたその他はですね、魚卓に作った色、それをそのまま使うのが一番理想ですね。それでまずまぶたの格好ですね。これもこういう具合に、まあこういう具合になるわけですね。結構これぐらいはちょっとずれてるわけですけど、大体自分が狙ったとこで型紙の切ったとこは色がついてますから、これをこうめくっていくわけです。こうすることによって、前後、こういう具合にして合わせ取りができるわけですね。これであとちょっと乾いた時点で、目とこっちの腹びれですね、押せば完成ということです。だからこれ今の場合、グレード押しやってますけど、まあ、チヌとグレでもいいしですね、マダイトとか、まあ、色のバランス的に言ったら青と赤とかいうのが悪いかもわからないですけどね、それでヘッドですね、手前がこういうぐらいかなり濃いで、後ろはちょっとこれよりもトーン薄め、これでちょっと離れてみるともう遠近が出るわけです。まあ、できるだけ慣れてくるとこういう攻め方をしあったら結局アートでたことを言われる感じになるわけですね。それでは、合わせ鳥の魚卓が乾いたんで、目玉入れる場合は必ず上から入れてください。そうすると下を入れて上を入れると乾かない時にこう手が当たるんで、上を入れて下を入れたら絶対当たらないので、それだけ注意してくださいね。で目玉はまぶたその他はですね、魚卓に作った色、それをそのまま使うのが一番理想ですね。それでまずまぶたの格好ですね。これはもうこういうふうに肩がついてるんで、できたらその肩に沿って、まず全体を塗るんです。こういうの全体を塗るということは、でまず色がちょっと合うか合わんか自信のない場合はこういう紙でですね、こういうのつけてこう持っていけば、あちょっともうちょっと白がいるなとか分かるんで、そういう具合にして合わせてもらったらいいと思います。大体これで合いますね。こういう具合に合わせてもらって、そしてまず全体に必ず塗ります。